ディエゴイバンルビオ・コストナーは、チリの首都、サンティアゴ出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカーコロラド・ラピッツ所属。ポジションは FW。2005年から、チリのウニベルシダ・カトリカのユースチームでキャリアをスタート、させた。2007年に、CSD コロコロに移籍し、2011年に、トップチームに昇格した。2月14日、ウニオン・サン・フェリペ戦でデビューを果たした。 2011年7月5日、ポルトガルのスポルティング CP に5年契約で移籍した。2013年9月2日、ルーマニアの CS パンデリー・トゥルグジウへ期限付き移籍した。2014年2月3日、ノルウェーのサンドネ・スウルフへ期限付き移籍した。2015年8月31日、スペインのレアルバリアドリードに移籍した。2016年3月8日、 アメリカ合衆国のスポルティングカンザスシティへ期限付き移籍した。同年9月1日に完全移籍した。2019年コロラドラピス2に移籍した。チリ代表として2011年5月31日、コパアメリカ2011メンバー選考となる28人に選ばれ初招集された。 6月23日、コパアメリカ前のパラグアイ代表戦でデビューを果たした。ありがとうございます。